もうすぐ卒業式か。私は佐久間美美子、小学6年生。あっという間の6年間が過ぎて、もうすぐ卒業式を迎える。でも私には、はぁ、ずーっと前からもやもやしていることがあった。あれは小学3年生の頃。はい、462+523は985です。彼女は同じクラスの天海太鳳ちゃん。入学時から知ってはいたけど、とりわけ仲良しというわけではなかった子だ。それにしてもいいな。黒くてツヤツヤしてて、しかもストレート。まさにヘア美人。うらやましい。それに比べて、私は小さい頃から、くせ毛の猫っ毛が一番のコンプレックスだった。それゆえ、彼女の艶やかな髪にはずーっと憧れていた。何かトリートメントとかしてるのかな？でもあんまり話したことないし。でも聞きたい。よし、ここは思い切って。タオちゃんの髪ってすっごい綺麗だね。え？あ、ありがとう。この一言がきっかけで、私たちはよく話すようになった。それからの毎日は本当に楽しかった。いろんなとこに遊びに行ったり、好きな人言い合ったり、いつの間にかタオちゃんとはお互い何でも話せる親友になっていた。時間があっという間で、気づくともうすぐ6年生だ。そういえば、私はずっと気になっていることがあった。タオちゃんは私と知り合ってから、きっとその前からもずっと髪を切っていないことだ。ねえねえ、タオちゃんはどうして髪を切らないの？え？ああ、ほら、切ってもらうのも面倒だし、伸ばしっぱなしの方が楽なんだ。あはは。1ヶ月後、また伸びたね。切らないの？なんとなく切る気分じゃなくて、さらに1ヶ月後、本当になんとなくなの？どうしてそんなに私の髪が気になるの？ミミコちゃんこそ最近切ってなくない？切ってるよ。こんなチリチリの髪だけど、トリートメントだってしてもらってるもん。でも、タオちゃんみたいにならないし。もうタオちゃんに髪のこと聞かない。ごめんね。あ、ミミコちゃん。どんなに聞いても理由を話してくれなくて、私はショックで複雑な気持ちだった。でもそれは明らかに嫉妬だった。何よ。彼女の綺麗な髪が羨ましくてたまらなかったんだ。それ以来、タオちゃんとはあまり話さなくなってしまった。そんなもやもやした感情のまま、数ヶ月が経ったある日。ちょっとやめてよ。お前、入学式から髪切ってないんだって？切ったね。床屋にも行けない貧乏ちゃんなんですか？タオちゃん！ミミコちゃん！私は見て見ぬふりをしてしまった。そして、そんな自分まで嫌になった。結局あれ以来、タオちゃんとは一度も話していない。気づけばもうすぐ卒業。でも私は今でもずーっと後悔していた。やっぱりまたタオちゃんと一緒に遊んで笑いたいよ。え？じゃーん。どう？似合ってる？その髪、どうして？ミミコちゃん、ヘアドネーションって知ってる？髪の毛が欲しい人に無料で寄付するの。私のお母さんね。病気の治療で髪がなくなっちゃったの。それでね、ヘアドネーションのことを知って、私でも役に立てること、あるんじゃないかって。思い出した。タオちゃんのお母さん、少し前、乳がんの手術をしたって。治療の副作用で髪がなくなったって。もしかして、それでずっと。内緒にしててごめんね。お母さんのこともあって、言いづらくて。本当はショートカットにも憧れあったんだ。そうだったんだ。
私は何も知らないくせに、勝手に嫉妬して、タオちゃんを傷つけた。自分のしたことに、胸が苦しくなった。後日。本当にいいのかい？うん、もう決めたの。卒業式前日。おはよう。え、ミミコちゃん。どうしたの？その髪。へへーん。どう？すごく似合ってる。でも、ミミコちゃん、髪の毛伸ばしてたんじゃないの？もうやめた。私ね、タオちゃんが羨ましかったの。髪を伸ばしてたことも大切な理由があったのに、何も知らないで勝手に嫉妬したりして。本当にごめんなさい。ううん、私こそ黙っててごめんね。でもこの髪のおかげでミミコちゃんと仲良くなれた。私すっごい嬉しかったよ。タオちゃん。ミミコちゃん、卒業しても友達でいてくれる？うん、もちろん。明日の卒業式は一緒に思いっきり歌おうね。ありがとう、タオちゃん。これからもずっと友達だよ。